とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエスト、いい場所ありますよ。ここ、シンクの森のデイリーミッション。ここ、変更点が楽勝なのよ。自分の HP が 100% 増加。で、速度 20% 増加。で、敵が 50% 雷を持ってるっていうやつだね。雷をもともと持ってると、帯電とか火傷がつきにくくなるので、すごくいい。まあ、行ってみましょうか。楽勝だと思うよ、ここ。装備は、まあ、この、汚染された種をつけていくと安全なんだけども、HP が 100% アップしてるでしょ。安全じゃなくても全然いけるはず。ということで、もうカバンで行こうか。いやもうほんと全然余裕だと思うよ。HP100% アップってもう500万以上あるからね、HP が。500万以上あったらそりゃ死なないよ。まあまあ、とりあえず、矢が出てきたらそれを、無限増殖をまずはやりましょうか。ほらほらほら、食らっても全然なんてことないもん。まあまあ、下に落ちるとだいぶダメージは。もらうんだけども、それ以外の敵の攻撃とかでも、全然ダメージ受けないんで、いけるいける。やっぱ若干動きにくいな。溶岩と、あぶれ。溶岩とこの、落ちる場所。ちょっと動きにくい。ただ、楽勝。キャプテンいるかな。おお、珍しい黒宝箱発見。もう別にいいやつは入ってなかったけど、ここで出てくる湧いてくる敵も超楽勝。ギャー 40% がクリーパーになっちゃった。これちょっときついかもな。クリーパー、あ、まあまあ、うん、あいつ自体は HP は低めだから、ま、ラッキーと言っていいか。出た！プレイヤーのダメージ 40% 減。きつ、まあまあ 60% 減にならんで、まあまだマシだけど、でも 40% 減結構厳しいんだよね。敵が死ななくなるのよ、これなると。まずいな。今のが何？遠隔モブが略奪者に置き換わるっていうやつね。これ、ちょっとね、クリーパーに変わってから、やりにくいな。うん。おそらく、こっからは、クリーパーに、うわ、変わったらね、あれだ。汚染された種に変えた方が良さそう。どうしてもね、クリーパーが寄ってきて、やられるんだよな。うわ、もう、攻撃力下げられてるのがきっつい。よし、危ねえ、危ねえ。よし、はい、最後はよし、脅威が増えた。これは楽勝で、あとはゲートを上げるね。4箇所のゲートを上げてクリアです。クリーパーが若干きついんだけどね。まあまあ、このまま行きましょうか。危な、デスマーターも発動してない。3つ目、あと1個近いな。敵もあらかた倒してるし、あそこね。よし、オッケー。で、あとはクリアするだけだね。行こう。うわ、最後の最後、結構えぐい。よし、変更付き。よっしゃー、もうね、ゴールが見えそうなんだけどね。よし、最後つけつけ、もうダッシュダッシュ、最後もダッシュでいこう。これまだなの。いやー、
最後の最後、タイデンとかがこう連続で出てきて、もう最悪。なんなん、なんなんだ最後。えぐ。よし、まだ。あ、でも多分この先じゃない？クリアはさ、この先、こっちか？早くクリアさせて。最後強制戦闘？マジか。強制戦闘の後にクリアみたいだね。ガスト2体？嘘でしょ。きつい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 。ガスト買った。さすが HP じゃない、攻撃力が。マジか。 40% 減少してるから全然与えきれん。マジで。おっしゃ、一匹倒した。あとお前で終わり。めちゃくちゃ勝てえこいつ。よし、終わりね。もう敵もいないでしょ。オッケー。あんなん普通に行ったら無理よ。よし、ではこれね。でこれ幸運つけてるとクリアした時にあの四つ葉マークがプカーって浮いてくるんだよね。いきまーす、終了。あれ出なかった。出なかった。この前出たんだけどな。ではいいか。何が出る ?6 体全部倒したデイリー3だからね。262、263出て、幻の263。一回も出たことない。262は何回か出たことあるけどね。何が来てくれる？元々の報酬なんだっけ？アーティファクトか。アーティファクトじゃなかった？ああ、魂の火だ。254。ああ、持ってるね。さあ、防具。おお、あ、260か。260。見てみましょう。いらない。いらないねー。いやー、何もいいものがついてない。これは使えないわ。魂のヒーラーは、あ、ソウルヒーラーか。これは、まあまあ、今持ってるやつの方がいいかな。どうだろう。ああ、変わらない。一緒です。はい。ということで、今日クリアしましたけども、HP100% アップのところは、簡単です。簡単。うん。まあ、途中でね、もうクリーパーが出やすくなったり、あと敵のダメージが増えたりとか、まあ、こっちのダメージが減ったりとかあってきつかったけども、まあまあ難なくいけたね。はい、ということでまだやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。